自分で物を作り出したいという、まあ、私もそうなんですけど、そういう人にとってはこういう環境っていうのは最適だと思います。すごく忙しかったですね。朝早く家を出て、で、まあ、日付が変わる頃に帰るような。自分が作り出した商品がプレスリリースされた時に株価が上がったとかそういう生々しい。30歳を目前に今後の自分のライフスタイル考えなければいけない。あくまでも職業の一つとして農業を選んだ。素晴らしいものがたくさんあるけれど、それがまだ商品になっていなかったりとか、情報として外に出ていないっていう、自分が何か力になれるようなポイントっていうのをたくさん見つけることができるんですよ。で、そういうものを見つけて自分で形にして発信していくっていうことにすごくやりがいを感じます。この白滝、まあ、今600名ほどの人口ですけど、 85% 以上が65歳以上なんです。外から人を入れてます、まあ、要するにボランティアだとかボラバイトというもので、まあ、そう思うだろうなって思いだって誰もしてこなかったことをするわけだから。まあ、今は世界中から人来てくれてますし、だって薪割りとか雪かきがレジャーになる、雪かきしたいって言って来る人だっているんですよ。あくまでも農業で農家なので、そこから派生するものをやっていく。ここにいるものとここにいる人たちで自分たちが誇りに思える町を作りたいっていうふうに思っていて、移住して本当に良かったと思っています。